感謝トーマス。ゴードンと大掃除というお話。ゴードンはとても立派な機関車だ。走るのも速く、一番の力持ちで、急行列車を引くことを何よりも誇りに思っていた。ある朝、ゴードンは不機嫌な顔で粗動整備工場にやってきた。おはよう。どうしたんだいゴードン。挨拶する気にもなりゃしない。俺の急行列車の客車だが、車輪がグラグラして不安定なんだ。お茶の時間までにブレンダムの港へ島の検査官を迎えに行かなきゃいけないってのに。心配ないぞゴードン。この私が車輪を直してやろう。入ってくれ。ウィフトスクラフの隣だ。スクラフも修理が必要なんだ。ゴードンは彼らを睨んだ。ウィフは少しゴミ臭かった。やあゴードン。ゴードンは見下すように鼻を鳴らした。よう。ほら紹介するよ。彼の名前はスクラフって言うんだ。ふん、ああ知ってる。そこへトップハムハット卿がやってきた。ゴードン、君にとても大切な仕事を任せようと思う。何でしょうか。今日は粗動棟の大掃除の日だ。だからウィフのゴミ処理場が忙しくなる。スクラフの修理が終わるまでウィフはここで待ってないといけないんだ。そこでゴードン、君がゴミ処理場で働いてくれたまえ。え？わあ楽しそうだ。おお、すごいじゃないか。ああ、まったくなんてことだ。ゴードンはそんなところで働きたくないと思った。そこは粗動棟で一番ゴミ臭い場所だと思っていたからだ。頑張ってゴードン。がっかりしたゴードンはしぶしぶと走り出した。ゴードンはウィフのゴミ処理場にやってきた。なんてこったゴミ臭い。その時、あまり聞きたくない汽笛の音が響き渡った。おっと、こりゃ困った。スペンサーが来たぞ。こんなゴミだらけのところで働いてるのを見られたら大変だ。ボイラーが破裂するほど笑われちまう。隠れないと。ゴードンが急いで隠れたところへスペンサーが澄ました顔でやってきた。うわ、なんてすごいゴミの匂いだ。こんなにまでゴミだらけの場所に来たのは初めてだよ。この場所にずっているなんて信じられない。ゴードンは息をのみ、身動き一つせずじっとしていた。公爵夫妻のゴミを他のゴミと一緒にここに置いていくからな。スペンサーは偉そうな態度で走り去った。ゴードンは隠れていた場所からゆっくり出てきた。ああ、まったくなんてこった。この場所にずっといるなんて信じられない。だと？俺だって好きでここにいるわけじゃない。俺様はゴードンだ。一番強くて立派で急行を引けるんだぞ。ちょうどその時、ゴードンは別の汽笛を聞いた。おっと、これはまた困った。ジェームスだ。こんなゴミだらけのところで働いてるのを見られたら大変だ。あいつは粗動棟で一番気取ってるからな。すぐ隠れないと。ゴードンが急いで姿を隠したところへジェームスが気取ってやってきた。これまたなんてゴミ臭いんだろう。ここは粗動棟で一番ゴミだらけに違いないよ。この場所にずっといるなんてとても信じられない。まったくなんてこった。俺だって好きでいるんじゃない。俺様はゴードンだ。一番強くて立派で急行を引けるんだぞ。だが今は
すごい匂いのするゴミの貨車を移動させなきゃならないなんてな。その時警笛の音が聞こえてきた。こりゃ困ったぞ、ディーゼルが来た。こんなところで働いてるのを見られたら大変だ。絶対見下されるに決まってる。隠れないと。ゴードンが急いで姿を隠したところへディーゼルがやってきた。うわ、こりゃすっごい匂いだ。このゴミ臭い場所で仕事をするのは蒸気機関車だけだな。ゴードンは黙り込むだけだった。その時だ、トップハムハット卿がトーマスに乗ってやってきた。その後からウィフとスクラフが姿を現す。トップハムハット卿はムッとしていた。ゴミ処理場がめちゃくちゃだったからだ。ゴミを積んだ貨車はほったらかしで、ずっとそこに置かれたままだ。しかもゴードンの姿はどこにも見えなかった。おい、ゴードン、どこにいるんだ。ゴードンは恥ずかしさでいっぱいだった。ここです、トップハムハット卿。しかし動き出したゴードンはトップハムハット卿のいる場所まで進めなかった。どの線路も貨車で塞がっていたのだ。ああ、まったく、こりゃなんてこった。こら、ゴードン、そう言いたいのはこっちの方だぞ。ソドー島の大掃除の日だぞ。何よりも大切な仕事はイフのゴミ処理場で働くことではないか。ゴードンは何がいけなかったのかに気づいた。すみません、今日の俺は役に立つ機関車じゃありませんでした。この場所で仕事をするのが恥ずかしかったんです。だけど俺が間違っていました。ウィフ、お前はものすごく立派で役に立つ機関車だな。ウィフはとてもびっくりした。立派だと言われたのは初めてだったからだ。大丈夫だよゴードン、僕が手伝うからさ。すまないが俺に任せてくれ。ここにある貨車は全部俺がすぐに片付けてみせるからな。トップハムハット卿、港まで検査官を迎えに行く急行列車はウィフに任せていいですか。ああ、もちろんだ。それを聞いてウィフは踊り出したくなるほど嬉しかった。ありがとうゴードン、それじゃあすぐ出発するからね。急行列車のお通りだ。じゃあ僕が手伝うよゴードン。ありがとうスクラフ、ゴミ処理場がすっかりきれいになるまで一生懸命働くぞ。君ならできるよ。しばらくしてウィフのゴミ処理場はきれいに片付いた。そこへトップハムハット卿と島の検査官を乗せてウィフが誇らしげに戻ってきた。検査官、ここがウィフのゴミ処理場です。いつもはウィフが担当ですが、今日はこのゴードンがゴミの担当でした。よく頑張ったなゴードン、本当に見事な仕事ぶりだよ。それを聞いてゴードンは誇らしい気持ちになった。ウィフは汽笛を鳴らし、スクラフも声を上げた。万歳。ゴードンも晴れやかだった。万歳、ソドー島の大掃除の日よ、役に立つ仕事ができたぞ。さすがに少しゴミ臭くなっちまったが、今日は本当に楽しかったよ。ゴードンと大掃除というお話でした。旅に出よう、遠いところへ、世界中を巡ろう、すごい冒険が待っている、たくさんの発見が待っている。 Let's go! トーマスたちの旅は続く。